ディーンバリー・オースティンは、イングランド・ヘメル・ヘムステッド出身の元サッカー選手。ポジションは DF。セント・オールバンズ・シティ FC で、シニアキャリアをスタートさせた後、1990年にサウス・エンド・ユナイテッド FC へ移籍し、プロリーグデビュー。1990から91シーズンに、クラブ史上初の2部リーグ昇格に貢献した。 サウスエンドでは公式1109試合に出場し、3得点を記録した。1992年に、テリーベ・ベナブルズが率いる、プレミアリーグのトッテナムホットスパー FC へ37万5千ポンドの遺跡金で加入した。トッテナムでは度重なる怪我に苦しみ、チームでのキャリア終盤には、長期離脱も経験。トッテナムでは、通算154試合に出場した。 1998年にベナブルズ率いるクリスタルパレス FC に移籍。パレスでもキャリアの終盤に怪我に苦しんだが、142試合に出場した。2007から08シーズンにサウスエンドユナイテッド FC のアシスタントコーチに就任した後、2008年からワトフォード FC でブレンダン・ロジャースの下でアシスタントコーチを務めた。2017年からは、 ノーサンプトンタウン FC にて、ジミー・フロイド・ハッセル・バインクの下で、アシスタントコーチに就任。その後、ハッセル・バインクが解任されると、暫定監督に就任。2018から19シーズンからは、正式に、ノーサンプトンの監督に就任した。しかし一勝しかできず、シーズン途中に解任された。2019年に、ワトホードに復帰。聞け。 サンチェスフローレスの下でアシスタントコーチに就任した。ありがとうございます。